皆様こんにちは。こんにちは。マップカメラ YouTube チャンネルご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。本日ご紹介するカメラは、はい、ペンタックスよりすごいカメラが出てきました。K3 Mark III モノクロームのご紹介となります。 K3 Mark III モノクローム、モノクロームなんですね。K3 Mark III のベースとしました、モノクロームセンサーを搭載した機種が、今回登場してきました。モノクロ専用機といいますと、ライカが有名なところで、はい、国産メーカーでは初と言っていいかもしれないですね。そして APS-C センサーのサイズでも、今回初となります。モノクロしか撮れないんですけれども、その分ですね、解像感であったり、あとは高感度の耐性がとても強くなったりというのがあります。それは後ほどですね、作品を見ながら、ご紹介したいと思います。まずは、モノクローム機の単体での外観、見ていきたいと思います、ね。では見ていきましょう。この映像だと分かるかなんですけれども、ここの、ペンタブのペンタックスのロゴ、そして K3 Mark III とあるのですが、これがですね、グレーの色になってんですね。通常だと白色なんですけれども、本来だと、若干ですね、グレーになっています。そしてこのままぐるりといきましょう。側面ですね。側面ですね、通常ですね、この白の、色すべて同じグレートーンとなって、統一されてるっていう感じですよね。はい、そして来ましたね、背面に、モノクロームという文字が見えてきました、この機種専用にここに印字されたものとなりますね。反対側面ですね、ベースは K3 Mark III ですので、外観の形であったりというのは、そのままとなります。軍艦部ですね、レンズは今まである、31mm リミテッドなので色が入ってるんですけれども、ボディの方ですね、見ると色がないっていうのが分かるかと。まさにモノクロームですね。そうですね、モノクロームですね、通常このモードダイヤルなどですね、色分けなどされてるかと思います、ペンタックスの場合グリーンのものがあったりするんですけれども、それがない、全くないですねっていう感じですね。本当にモノクロームに合わせた配色になっているというのが特徴ですね。はい、では続きまして、ノーマル版の K3 Mark III との比較なんですけども、じゃあちょっと見ていきましょう。私の、こちら側ですね、左手側にあるのが通常の、K3 Mark III、でこちらがモノクロームですね、先ほど単体で見せたよりもやはり並べると文字の色の違いがよくわかるかと思います ね一目瞭然ですね。やはりこっちがちょっとグレーな文字っていうことですね、そしてノーマルから回していきますね、こちら、ありますでしょうか。これもわかりやすいですね、そうですね、やはり印字の、色ですね、白いインクではなくグレーになっている、そして、ノーマルが白と、あと配色が赤であったり緑であったりっていうのが振られている感じですね。そしてこういった細かいところも違いますね、グリーンボタンもモノクロームはグリーンではないっていうところですね、そしてですね、ペンタックス機、こちらの SR という手ブレ補正のですね、ロゴが、伝統としてついているんですけども、こちらの色もですね、実は違うんです。モノクロだそうなんです、通常版、SR の文字ゴールドなんですが、モノクロームはシルバーで、なっていますね。徹底的にこだわってますね。やはりこういった細かいところがカメラ持つものとしては非常に嬉しいポイントですね、外観の特徴の違い、モノクローム機の徹底的なこだわりが見えてきたんですけれども、どうやらメニューも違うとかそうなんです、ですね、外観色がすべてグレーなんですけれども、実はですね、メニュー画面も色が抜かれているというところ、ちょっとお見せしたいと思います、まずですね、ちょっと先ほどこれも気づいてしまったんですけれども、肩の部分、液晶、こちらノーマルです、ノーマル緑色ですね、でこちらモノクローム違う、そうなんです、ここからして色が違う、
そして背面ですね、こちらノーマルの、K3 Mark III なんですが、はい、まあ、おなじみのペンタックスのメニューの配色ですね、そしてこちらがモノクローム、モノクロです、はい、このような具合で色が違うというのがお分かりになるかなと思います、はい、もうシンプルにかっこいいですよね。かっこいいですね、はい、そしてですね、中に入ってもメニュー画面の中に入っても同じようにあの色がないのがモノクロームになっておりますね、はい、それではですね、まあ、ペンタックス、あの写真の色が綺麗ということで、まあ、評判がいいんですけれども、そのカスタムイメージもですね違いますので、実際に見ていきたいと思います。まず通常版の K3 Mark III の、まあ、カスタムイメージなんですけれども、まあ、ペンタックスの独自の色ですね、さまざまな色が選べるということになっているのですが、まあ、今回モノクローム専用機となったことで、まあ、色がないんですね。当たり前なんですけれども、なんと、まあ、スタンダード、そしてその次がハード、そしてソフトと選べるようになっています。まあ、読んで字のごとくなんですけれども、まあ、スタンダードに対してハードは好調、まあ、黒が締まって硬いイメージですね。そしてソフトが軟調、まあ、階調をもっと出して、まあ、グレーをよく見せるというような色調に変わっています、はい、では、実際に撮影してきた写真見ていきたいと思うんですけども、はい、今回ですね、このペンタックス K3 Mark III モノクロームで撮影をしてまいりました。ぜひとも写真をご覧になってください。ではまず、今回撮影しました写真の前にモノクロームセンサーと通常のセンサーの違いというのもちょっと比べてみようかと思います、うん、一番気になるところですよね。そうですよね、専用機って目打ってるだけありますからはい、はい、それでですね、こちらの写真ですね、左側が、今回のモノクローム、はい、そして右側が K3 Mark III のカスタムイメージのモノトーンとなります、うんうん、まあ、お互いですねしっかりとしたモノクロ写真、はい、なんですけれども、やはりよく見ると黒の違いっていうのがお分かりいただけるかなと思いますね。ちょっと締まってるというか、そうですね、本当にあの純粋な黒と白で作られた写真がやはりモノクロームセンサー、うん、そして、カスタムイメージのモノトーンはやっぱり色を変換して、うん、黒を作ってるので若干違いますよね、トーンの感じとか。そうですね、はい、ではまずこちらの写真となります、はい、あのツヤツヤのちょっと古い建物で、床があの綺麗に光っていたので、はい、モノクロ映えするなと思って撮影をしてみました、うん、レンズは、31mm の、リミテッドですね、はい、まあ、質感とコントラスト、黒の締まりといえばいいんでしょうかね、うん、そちらを見ていただければなと思います。これはなんか濡れてるとかというわけではなくて、なくて、はい、まあ、昔のワックスみたいなものですかね。昔の何でしょう、学校の床の、はいはい、ツヤツヤした感じみたいな感じでしょうかね、はい、ピントが合ってるところはやはりこの、まあ、細かな床の傷といったらいいんでしょうかね。シャープですね本当にそう思いますね。続いての写真となります、はい、まあ、モノクロームセンサーの特徴といたしまして、はい、まあ、解像感がぐっと上がるっていうのがあります、はい、こちらも 31mm で F11 まで絞って撮影をしました、はい、まず APS-C センサーなんですよね、うん、見えないですね、降るかなっていうぐらいに思っても、ね、過言ではないっていう感じですけど、はい、この解像感を得られる APS-C っていうのは本当すごいなと思いまして、うん、まあ、あまりないですよね正直そうですね、うん、あの富士フィルムのセンサーもものすごく解像感はあるんですけれども、はい、やはりこのモノクロームセンサーって何でしょう、解像感に濁りがないって言ったらいいんですかね、うん、はいはい、本当パリッと出るような印象を受けました、うんうん、続いての写真となります、はい、ちょっとこちらは自宅で撮った写真なんですけれども、はい、あのレンズがですね、はい、あのペンタックスの、50の F1.2 という、あのマニュアルレンズなんですね、はいはい、あのカラーの、センサーで撮ると若干柔らかめに映るんですけれども、うんうん、そうですね、それをですねやはりモノクロに生かすと、うん、いい雰囲気で撮れるなと、はい、いうのが、はい、うん、ありますね。なんかそのセンサーの解像感の高さと、はい、レンズの柔らかさがこう、うんうん、相まって
なんでしょう、ちょうどいい塩梅というか。あ、そうかもしれないですね、うん、続いての写真となります、はい、こちらですね、ペンタックス の 100mm マクロで撮影をしました、うん、はい、まあ、マクロレンズもともと解像感非常にあるんですけれども、まあ、この電球 の, この金属の質感とガラスの感じなどがやはりこうモノクロにして映えるなというのが、うん、はい、感じました。なんかすごいガラスの感じも透明感ありますよね。そうですね、うん、ガラスとかっていう、うん、通常はそういう硬い硬質のものなんですけれど、はい、うん、なんか硬く映りすぎちゃう嫌いもあったりもするんですが、はい、これだとなんかすごい透明感あるなと思います、ね、そうですね、なんでしょう、程よいこのツヤ感といいますか、うん、そう、はい、それが感じられますね、うん、はい、続いての写真となります、はい、まあ、夜ですね、ちょっと雨の降る中撮影してきたんですけれども、はい、こちらの写真ISO感度いくつだと思いますか。通常夜間撮影で考えてこの写りだとって言ったらいいんでしょうかね、はい、まあ、ただあんまり上げすぎてもなとか。そうですよね、ノイズが入っちゃいますからね。考えちゃうところなんですけれども、はいはい、いくつぐらいなんですか。実はですね、はい、102,400で撮った写真となります。10万ですね。あのカメラの設定で、はい、あのもちろん10万であったりそれ以上もあるんですけれども、はい、なかなかその使える範囲っていうのは、うん、あの低いじゃないですか、はい、感覚的に。常用ではないですよね。そうですよね、2桁万なんて言ったらね、はい、しかしですね、このモノクロームセンサーの K3 Mark III はですね、はい、このように10万でも低ノイズで撮れる、はい、ちょっとですね別の写真で、取り比べもしてみました、はい、同じく102,400で、まあ、モノクロームとあと通常のK3 Mark III での比較ですね。どうでしょう、全然違うなというのがこちらが、うん、モノクローム、はい、そしてこれが通常のK3 ですね、はい、なんかやっぱりピントリングのところの、はい、うん、解像感でノイズの部分、はい、あ、もちろんその周りの部分の粒子感でも測れるんですけれど、うん、はい、うん、ピント面のこの、ギザギザ、うんうん、滑り止めになっている部分の解像感を見るとやはりそれだけ感度の違い感じますね。違いますよね、あの途中で、まあ、溶けてるって言ったら変な言い方になるかもしれないんですけれども、はいはい、やはり通常のカメラだと、うん、その高感度ノイズに、潰されて立体感が消えてしまうんですが、はい、今回のモノクロームセンサーは立体感を保ったままクリアな絵が得られるというものですね、はい、続いての写真となります、はい、こちらもちょっと夜の、街中でのスナップなんですけれども、はい、まあ、こちらですね、シャッタースピード、8分の1で周りの人を流してということなのですが、先ほど、ご紹介した高感度、うん、今回とても高いので、はい、あの人を止めて撮ることもできる、うん、っていうことは夜なのにいろんな写真が撮れてしまうんですね、うん、あの表現の幅が増えるってことですね、はい、その通りですね、はい、あの昼間撮るような、シャッタースピードで、写真を変えるようなことを夜も変わらずできる、うん、というのが今回魅力にとても感じますね、うん、強みですよね、はいはい、はい、続いてはこちらの写真となります、はい、まあ、これも夜間ですね、あの雨が降るときに一緒に撮ったんですけれども、あのビルから、伸びたライトが低い雲に当たって光ってるのをモノクロームで撮影をしました、はい、これぞまさにモノクロ向きの被写体って感じですね。そうですね、まあ、本来色があってそれはそれでいい写真なのかもしれないんですけれども、はい、やはりこの光とグラデーションっていうところに注目したとき、あのモノクロームが引き立つなと感じますね、はいはい、あとですね、はい、こちら感度が 25,600 なんですけれども、はい、あのフィルムのような流状感、はい、これもいいなというふうに感じました、ね、出てますよね、はい、うん、今回撮影に使ってみて、はい、モノクロ専用機ということでしたけども、はい、いかがでしたか。はい、今回ですね、まあ、モノクロしか撮れないカメラだったのですが、まあ、性能面からするとやはりモノクロセンサーなので解像力が上がっている、そして、ISO の感度がですねものすごく強くなっているっていうのがあります、本当に高感度でもびっくりするくらい綺麗に撮れるカメラなんですけども、まあ、そういった性能面はあるとして、やはりモノクロームで撮るっていう時にあの撮る側の意識も大きく変わるなっていうのを感じました。もうモノクロで撮る目で見るんですね、周りを、うん、なので色よりもコントラストで自分も意識して、撮りますし、やはりそういったスイッチが切り替わるっていうのは、はい、このモノクロ機を
使った面白さの一つかなって思います。あの昔からモノクロフィルムですね、あの撮られた方多いと思うんですけれども、本当にそれに近い感覚でデジタルを使える、しかもデジタル一眼レフですからね、あのすごく面白いカメラだなと思いました。ですね、はい、最後までご覧いただきありがとうございます。マップカメラ YouTube チャンネルでは、チャンネル登録コメントお待ちしております。また LINE 公式アプリもありますので、 LINE のお友達登録もぜひお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。